来た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 、やったー、コモフック、ありがとう、メッキやったー、やっぱコモフックなんだよな。おーおーおー、ついにおねめ、ハキ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 、いやー、よかったー、ハキ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 、きたー、おー、何見てる、何見たのか、ラブユー、クッククック鳴ったので、これは銀亀さんですね。写真撮ろう。俺は絶対釣れると信じてたよ。本当かよ。目をそらしながら、来た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 、これハタだよ、ハタハタでかい、やったー、2匹目よいしょー、ハタ2匹目取った、釣れてない時って1匹で救われるの分かりすぎる、 W でかい、おーおー、ハキ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 、いや、ハタハキ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 、すげーでっかいわ、お、おめえ、おめえ見つけにゃー、救助きた、やったー、この10分で2匹目、これは来てる、ハキ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 、釣るとこ元気やったー、本当に放送終了間際に謎の引きを発揮するんですね。カサゴ、6時間延長しましょう。来た来た、魚群来た。これは200ミリク。おっしゃー。来た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 。ゴリ巻きであげる。やったー。オモフックだけで釣れた、ありがとう、みんなありがとう、みんなありがとう、お疲れ様、じゃあねー、よし、皆さんこんにちは、 DNK です。今回はオモフック、改めコモフックの作り方をお伝えいたします。そもそもオモフック、コモフックって何って方がほとんどだと思いますが、まあ、簡単に言うとですね、これがまあ実物ではあるんですけども、中通し重りにワイヤーを通してフックをつけただけのリグ、ルアーとなります。まあ、このフックにはですね、ワームを利用せず中通し重りの、よいしょ、アクションだけで誘うこととなります。まあ、コモフックはですね、まあ、もともとは神山ライトゲームさんや村田はじめさんのオモフックからの派生なんですけども、違いは単純に重さですね。よいしょ。こっちが実際に使うものですかね。30号なので、まあ結構重たいんですけども、一般的にはですね、オフショアジギングでの利用を考えられており、深さにより様々なんですけども、50g から150g、号数で言うと14号ぐらいから40号、コモフック、コモフックではですね、オンショア、おかっぱりでよりライトに低価格で楽しめるように 4g から 11g、 1号から3号で作ってみました。コモフックのですね、名付け親は私のニコ生コミュニティの方が配信中に適当につけたのが由来となります。では作成にあたりですね、私が用意した道具を、まあ、簡単に紹介させていただきたいと思います。まず中通し重り1号2号3号、値段的にはですね、まあ、5円から10円くらいとなりますが、まあ、大きさ重さによってですね、値段がちょっと上がっていくような感じですね。で続きましてソリッドリング、こちらですね、NT スイベルさん、テンマウス、ウェルディットソリッドリングの3番を用意いたしました。で、こっち、スプリットリング。こちらはですね、オーナーさんのスプリットリングレギュラーワイヤー P03B を用意いたしました。フック、ササメバリさんの極チヌ
ケイムラフッ素4号と7号ですね、こちらを用意いたしました。まあ、4号なんですけども、こっちの中通しおもりが1号2号の時に使用します。でこっちの3号のおもりを使う時は7号のフックを使います。次に PE ライン、まあ、アシストラインですかね、合線さんの平刃10号を用意いたしました。まあ、こっちなんですけども、まあ、正直言うとこんなに太くなくてもいいんですけども、ただただ単純によいしょごめんね、僕が以前痛いラバ作った時のですね、余り物となりますので、家に転がっていたのでこれを使います。ちょっとごめんね、よいしょ、はい、失礼いたしました。じゃあ次にですね、ステンレス線ですね。ステンレス線は、どこだったかな、 NT スイベルさんのステンレス線 π0.8 を選びました。これパイね。まあ要は直径 0.8 ですね。ほい。で、あとはまあ熱収縮チューブがあったり、瞬間接着剤、バイス、ライター。で、ペンチがあって、PE バサミ。僕の大好きな、よいしょ。スミスさんのスプリットリングプライヤーオープナーですね。こちらを使って作成していきたいと思います。まあ、ただですね、この辺のバイスですとか、ボビンホルダー、紹介忘れちゃいましたな。ボビンホルダーなんて持ってないよって方がほとんどだと思います。ただ、これらの道具っていうのはどうしてもですね、アシストフックを作るためだけのものとなりますので、アシストフックを使わないですね、簡易コモフックの作り方っていうのはまた別の動画で紹介したいと思いますので、そちらをご視聴いただければと思います。道具の紹介としては以上なので、まあ、実際にですね、作っていきましょう。はい。ではまず最初の工程なんですけども、中通しおもり。今回は2号を使います。中通しおもりに、ステンレスのワイヤーを通します。ステンレスのワイヤーを通したらですね、もう、そうですね、0.5 ミリくらいでいいと思います。よいしょ。これぐらいかな。これをぐっと曲げて、よいしょ。こんな感じ。こんな感じで曲げます。で、あとはこの中にですね、通すだけなんですけども、ちょっと入らないな。なので、ペンチで潰しましょうか、頭を。ちょっと失礼。ぐにゃ。これで中にスッと入ったと思います。これで OK です。こんなんで OK で、逆側ももう手でいいんですけども、ググ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 グ
かな。よいしょ。よいしょと。あとは適当な長さにカット。ペンチを使って、これぐらいかな。よいしょ。カットして、まず第一工程はこれで終了です。ただただ単純に中通し重りにワイヤーを通して、ワイヤーの先っぽ、だいたい 0.5 センチくらいを、こっちかな。くるっと曲げて、曲げたのを中通し重りの穴に差し込む。で、さらにお尻側を曲げて、もうほんと折っただけですね。これだけで重りは完成です。はい、次はですね、アシストフックを作っていきます。ただ、あまりにも短いアシストフックなので、ちょっと難しいんですけども、まず、よいしょ。これですね。ソリッドリングの中に、ラインを通します。ラインを通したら、2つ折りにしていただいて、こんな風に2つ折りしていただいて、だいたい 0.5 センチくらい、これぐらいかな。のところで一旦、まあ僕の場合は、ペンチで
ちょっと挟みます。よいしょ、こんな感じで、さらにペンチで挟んだ根元のところに、今回使用する極地ぬの4番さんですね、4番さんをラインのですね真ん中にブスッとブスブスッと入れて、見えるかな、よっ、抜きます。要はこのラインの中真ん中にですねフックを刺したような状態ですね。よっ、よいしょ、これで工程的には一つ完了となります。見えるかなこれこんな感じなんだけども、まあとりあえずこれで工程的には次に移ります。はい、じゃあ次はですねバイスにフックを挟んでこのアシストラインを固定しなくちゃいけませんので、ボビンを使ってですね、よっ、セキートをくる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 、短い、よくるくるよよくるくる巻いていきます。ただアシストラインがですねこの缶の下フックの方に通ってなければいけませんので、そこだけ注意していただければかな。で折り返し、よよよ、おっとっと、よよ、ちょっと太いけどまあいいかな。じゃあ最初のラインと、おっとどこ行った、ハーフヒッチでとりあえず仮止めをしましょうかね。はい、じゃあセキ糸でですねくる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 巻いていったら、今度はよいしょ、アロンアルファ、まあ瞬間接着剤ですね、瞬間接着剤を使って固めていきましょう。出るかな、出た、ちょん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 、大丈夫かなこんなんで、一応裏も、よいしょ、よし、 OK で、まあ瞬間なのですぐ固まるでしょう。フーフーしましょう。はい、まあ瞬間接着剤で固めたので余分なラインはカットしちゃいましょう。で、これが僕の PE バサミが古いんでね、綺麗にカットができないんだけど、本当にできないOK、はい、余分なラインは全部カットしました。で、全部カットしたらもうこれ外しちゃっていいんで、ここにですね、よいしょ、熱収縮チューブを入れます。よいしょ、じゃあまああとはですねこれをライターで炙っていただくんですけども、ラインがねライターで炙られるとよろしくないので、これでいきましょう。じゃあライターで炙って収縮チューブを小さくします。うりゃー、まあこれライターでなくてもお湯でやる方もいますよね。はい、これで OK です。熱いかな、大丈夫、よいしょ、アシストフックの完成となります。ちっちゃい、はい、じゃあですねこちらのワイヤーを通した中通しおもりと小さい小さいアシストフックですね、これをくっつけないといけませんので、それにはこちらのですねスプリットリングを使用したいと思います。作っていきましょう。よいしょ、いちゃたたたたたた皆さんも気をつけてね。はい、これで
コモフックが完成となります。はい、これがまあ完成したコモフックなんですけども、ちょっと見にくいですけどね、こちらのソリッドリングにですね、ラインを通していただいて、あとはアクション的にトン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 していただければ魚は釣れます。ただいや本当かよ、怪しいなっていう方に対しましては、もちろんですねフックついてますので、まあ僕もやったんですけども、こんな風に、アジング用メバリング用のちっちゃいワームをちょんとつけていただいて、同じようにですねこんな風にトン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 していただいても面白いかなと思いますので、まあ応用いろいろ楽しんでいただければと思います。ではコモフックの作成動画でした。ご視聴ありがとうございました。